はい、どうも、こんにちは。たまに、写真家のジェット大介でございます。<laughs> えっとですね、こないだある映えスポットに行ったんですよ。えー、そこはですね、えー、僕ん家からだと、琵琶湖の対岸というか、向こう側というかですね、琵、え、琶、ー、湖大橋というね、琵琶湖をまたぐ橋があるんですけど、一番大きな橋があるんですけどもね、えー、その対岸に行くと、菜の花が咲いてると。 菜の花が咲いておりまして、え、琵琶湖越しに雪が積もった山がどーんとそびえてるというね、そういう光景があるというのをですね、インスタグラムで知りまして、まあ、インスタ映えする写真がね、たくさんあるんですね。夏はね、そこ、ひまわり畑になってるんですよ。そういう映えスポットに、 まあ、わざわざ写真撮りに行ったりしないことは皆さんご存知の通りです。私そんなことしません。<laughs> そんなこと全然しませんよね。えー、ただね、あの、妻と、妻とたまたまどっかお出かけしようかってことになったんですよ。で、えー、じゃあ、こないだインスタで見たこういうね、菜の花のスポットがあるから、行ってみましょうか、ということになりましてね。行きました、我々。さあ、そこで出会ったものは、 ストレートに綺麗美しい、幸せ、楽しい。まあ、そんなものはね、別にいいんですわ。そんなもの日々生きてる中でね、いろいろありますからね。そうじゃないことよ。<laughs> こっちの方が撮りたいでしょこっちの方が撮りたいよねって思ってるわけですよ、私は。はい。ということでね、この後、スライドショー的にね、えー、写真集と。 いう形ででやりますんでね以前もね、えー、琵琶湖を取り巻く、えー、例えばですね、災害の様子ですね、えー、柳崎というところのね、えー、災害の、豪雨の被害の様子をね、写真集、ウェブ、ウェブっていうか動画写真集みたいな感じでね、スライドショーでお送りしましたけどもね、今度も、あのー、1ページ1ページめくるような感じで、えー、インデックスつけておきますんでね。 あの動画の下の概要欄のところをねご覧いただければ、えー、飛ばせるようにしておこうかなと思っております、えー、そちらの方もご覧くださいじゃあごゆっくり1ページあたり存分に十分に時間を取ってありますんでねごゆっくりお楽しみくださいはい 4K です